完璧だよ。もう意地悪言うと食べさせてあげないよ。お兄ちゃんにはデリカシーが足りないよ。せっかく私頑張ったのに。反省してる？本当かな？それなら別にいいけど。お兄ちゃんはずるいんだよ。私のこと言いくるめてさ。もうまたへりくつ。本当に意地悪なんだから。知らない。怒ってないもん。何笑ってるの？わけじゃないよ。どうしても我慢できないことはちゃんと伝えてたもん。お兄ちゃんの服の裾を引っ張って首振ってたでしょ。必殺技って。私そんなつもりじゃなかったよ。それにお兄ちゃんにしかやったことないもん。してるんだから。そんな感謝もたくさん込めて今日をお祝いしたかったの。お兄ちゃん、私を今日まで守ってくれてありがとう。ううん、そんなことない。お兄ちゃんのおかげで私は今日まで大きくなれたの。寂しい時も辛い時もいつもお兄ちゃんがいてくれたから頑張れたんだよ。お世話するのは当然だよ。私とお兄ちゃんは家族なんだから。これまでもこれからもずっと一緒の家族だよ。ほら、食べよ。デザートも期待しててね。じゃーん！どう？美味しそうでしょ？ひかりさんに教えてもらって頑張ったんだ。ちょっと待っててね。切り分けるから。上手にできたんだよ。はい、どうぞ。どう？美味しい？よかった。たくさん食べてね。お兄ちゃんに食べてもらいたくて一生懸命作ったんだから。うん、だからお兄ちゃんのために作ったの。お兄ちゃん感謝の日だよ。ねえお兄ちゃん、今日は昔みたいに甘えてもいい？お兄ちゃんはいつも通りでいいの。
私の気持ちの問題かな。うん、ありがとう、お兄ちゃん。入っても大丈夫だよ。お兄ちゃん、背中流してあげる。私みたいに甘えるって言ったでしょ。だからしちゃった。ほら、じっとしてて、綺麗にしてあげるから。お兄ちゃん、私のしたいようにしてもいいって言ってたもん。ドキドキしてるんだ。お兄ちゃんってずーっと彼女さんないもんね。女の子に慣れてないんだ。私のことはいいの。でもおかしいよね。お兄ちゃんかっこいいよ。迷惑。
ら問題ないよ。家族で一緒にお風呂だもん。